こんにちは、賃貸の正木です。本日は奈良市百楽園5丁目にございますユニゾン百楽園1の 2LDK アパートのご紹介をさせていただきます。まず私がいますのがリビングスペースとなっておりまして、こちら大変ゆったりとした、約 11.7 畳ほどございまして、大変ゆったりとしたリビングとなっております。またですね、テレビの方やエアコンの方も設置可能となっております。こちらの方を開けていただきますと、リビングの方から、バルコニーの方に出ていただけるようになっておりまして、こちらも大変ゆったりとした描写のある、バルコニーとなっております。こちらの方1階のお部屋ということで、シャッターの方もついておりますので、こちらもセキュリティ面安心していただけるポイントだと思います。はい、後ほどキッチンスペースの方をご紹介させていただきます。こちらの方を開けていただきますと、お手洗いと玄関スペースとなっておりまして、まずこちらの方がお手洗いとなっております。ウォシュレット付きのお手洗いということで、大変設備充実したところとなっております。はい、玄関スペースもですね、大変モダンな雰囲気でして、シューズボックスもですね、こちらこのようにございまして、棚の高さも調整できるようになっておりますので、こちらでブーツなども収納していただけるようになっております。はい、続きまして、洗面所の方をご紹介させていただきます。こちら開けていただきますと、まずですね、シャンプードレッサーのついた独立洗面台がございまして、その横に室内洗濯機置き場がございます。こちらの方を開けていただきますと、こういったところにですね、収納スペースございますので、まあ洗剤などもこちらの方で収納していただけるので、大変便利な、洗面所となっております。はい、こちらの方がバスルームなんですけれども、こちらもゆったりとした広さのある、バスルームとなっておりまして、上の方に換気扇などもございまして、大変設備充実した、バスルームとなっております。はい、またですね、こちらの方、モニター付きのインターホンがございますので、こちらもカラーでお顔を確認していただけますので、こちらもご安心していただけます。はい、キッチンスペースなんですけれども、こちらも大変、広々としたキッチンとなっておりまして、2口の IH コンロと、グリルがついた、システムキッチンとなっております。調理台もシンクも大変ゆったりとしておりますし、収納スペースもこちら、下の方と、反対側のですね、こちら上の方に、収納スペースございますので、お鍋やフライパン、また食器類などもこちらの方で収納していただけるようになっております。またですね、1階のお部屋は、床下収納の方がついておりまして、こちらも調味料などもこちらの方で収納していただけるようになっております。また後ろのスペースもですね、十分ございますので、冷蔵庫、食器棚、電子レンジ置いていただけるようになっております。またこちらの方に、電気温水器、こちらオール電化の物件となっておりますので、こちらにリモコンございますので、こちらもすぐに、調整していただけるので便利な機能となっております。はい、続きまして洋室の方ですね、ご紹介させていただきます。こちらですね、約 5.6 畳ほどございまして、大変広々とした洋室となっております。こちらの方もテレビやエアコンの方も設置可能となっておりまして、収納スペースに関しましても、こちら開けていただくと、大変大きな、クローゼットございます。こちらもですね、幅も、奥行きも十分ございますので、こちらも、ご安心していただけるポイントとなっております。はい、最後にもう一部屋ご紹介させていただきます。こちらのお部屋もですね、同じサイズで 5.6 畳となっておりまして、こちらの方ですね、まあ、寝室としてもご利用いただけますし、書斎など、お子様部屋などとしてもお使いいただけます。テレビやエアコンの方も設置可能となっておりますし、こちらの、クローゼットに関しましては、奥行きが、先ほどより大変広々としております。こちら幅も十分ございますので、衣類などをメインでこちらの方で収納していただけるようになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。